野方村は、鹿児島県総群にあった村。旧南諸尾あが群。昭和大合併期に分割され、現在は、大崎町野方、渋市有明町山十、総王市大隅町、荒谷の各一部。当項目で、1880年頃と記載されている事項については、注釈がない限り、日向地市によるものである。鹿児島県庁より東へ16里30町。 宮崎県庁より18里35町に位置し、東西約1里、南北約2里に及ぶ。全体として、起伏に富んだ地形であり、平地は荒れ、佐野に見られるのみである。大隅町、月野、西渋村、伊崎伝との境を、日下川水系の大鳥川が投流している。明治初期における、土地利用は町畑町と、としての利用が、 圧倒的に多い。二十歳は、白須大地に位置しており、明治初期においても考えが実施されていたが、干ばつには対応できなかった。1880年頃の人口は1973人、世帯数は440世帯。このうち氏族は278人となる。自治体としての野が田村成立時の人口は約1800人であった。以後の人口、世帯数の変遷は、 以下のようになる。1880年頃は、ほぼ全世帯が農業に従事しており、牛馬売買をする世帯も20個あった。ひなたち市による、明治初期のあざち。ひなたち市を基本として、昭和大合併後、平成大合併後の自治体名を復帰する。諸あがた軍は、ひなた国、肝月軍、総軍は、大隅国所属である。ひなたち市に基づく。地名は、 現在のものとした。廃藩地県までは、日向国初見軍大崎号の型村。中世以降は、肝月市新色市島津市肝月市を経て、天正期に肝月市が島津市に降伏。その後は、島津市領となる。江戸時代は、大崎号内の一家村であった。荒助の開拓荒助集落は、原禄期に、摂津国。 泉国から約240人が移住し開拓したことに始まる。伊勢神社はこの時に誕生したものである。廃藩地県後は、鹿児島県都の条件、宮崎県鹿児島県所属となり、1883年の宮崎県祭をにより、諸挙田軍が南北に分割された。1889年4月1日、町村政志向に伴い、 大崎郷内の10村が合併して、南諸上が田郡大崎村が成立。野方村は、大崎村の大技、野方として残地された。大崎村からの分立てる日神社1889年の町村制施行当初は、大崎郷全体で大崎村として発足したが、1891年2月に、野方が単独の自治体として独立した。これは、大崎村が、 当時の自治体としては広大であったことや、麓集落の氏族による支配への反発が理由であったが、後者については以下の出来事が発端と言われている。かつて平野に鎮座していたテルヒ神社が1875年にある佐野の伊勢神社へ合祀されることとなり、無格者であった伊勢神社はテルヒ神社と解消、孫者へと昇格した。孫舎においては、 シャテノヒラの有資格者でなければ、シャムを司さどることができなかったが、あれ、サノには資格者がいなかったため、麓集落の氏族が代わりに司さどることとなった。最先代、お主殺代といった、諸収入は氏族持ちであったのに対し、社殿の修理は地元住民に負担させるといった応募を働いていた。1880年代になってあれ、サノにも、シャテノヒラの資格者が現れた。 このため氏族に射手の平らの返還を求めたが応じることはなかった。これが発端となり、1889年10月、鹿児島県に野方村の分尊を希望することとなった。野方村は1891年に独立したが、初代村長にはふもと集落の氏族が就任。真の意味で独立を果たしたのは、第五代村長として、 野方村出身の瀬戸さだゆきが就任した1895年のことであった。1891年当時の人口は約1800人であった。分割、山町村への編入、昭和の大合併でははじめ、野方村、百院村、市政村、高熊村の4村を合併し、人口2万人規模の町を誕生させる案が鹿児島県から示された。 これに対しの片村内では小学校区ごとに異なる意見が出された。荒谷小学校区では大隅町への合併、山へ小学校区では西渋村への合併、野潟小学校区、立尾の小学校区では大崎町への合併が多数を占めた。合併問題は村長のリコール問題までに発展したが、1955年3月8日に村議会により3地区の分割、 編入が決定。同年4月1日に、野方村は分割、編入され廃止した。鹿児島県は、野方村、大崎町、西渋村内の飛び地の解消も提案していた。しかし、飛び地であることへの不便がないと、各地域の強い反対により実現せず現在に至る。平成の大合併では、大崎町は、単独調整を維持、有明町は、 周辺2町と合併し、渋士市に大隅町も周辺2町と合併し、総市となった。国道269号現在の路線名を基準とする。1955年当時は村内を通過する国道はなし。1963年に主要地方道都の城、鹿野線が2級国道いぶ宮崎線に昇格し、1965年に 一般国道269号となった。1955年当時は、都の城下の野戦のみであり、下記の2路線はいずれも主要地報道として認定されていない。ありがとうございます。